うわ、ええ、なんか本当に工藤さんの脚本も楽しくって、皆さんがやるとなんか本当に笑いをこらえるのに必死で、カメラ回ってるのに笑っちゃったりします。そっか、ダメだな。それは、そうですね。それはダメだね。修行が。いや、どういう、これもまた、あれだね、本人に解説してもらおうか。どういうドラマか。東北三、東北北三陸の。君、台本読み出した。じゃあ、台本、ひどいな。読めてないでしょ、もう、これ。台本、東北北三陸の、まず言えてなかった。言えてなかった。どんなドラマ、あの、能年さんの中でどんなドラマ、これは。能年さんの言葉で、能年語で言うなら。能年語で言うなら。すごい。賑やかで。大人たちが伸び伸びとしてて、なんか大人の仮面をかぶった幼稚園生がたくさん出てくるドラマかなって思います。なるほど、大人の仮面をかぶった幼稚園生がたくさん出てくる。どういうことだ。やだーとか、いやだーとかいう大人がいっぱい出てくる。海入りたくねーとか、岩手まで行きたくねーとか、役的にめんどくせーとか。